パウル・ビュットナーもしくはビュットナーは、ドイツ高機ロマン派音楽の作曲家、合唱指揮者や音楽評論家としても活動した。ビュットナーの破壊資料審はもともとオスターツ三務役の出身であり、父親はドレスデン・レイプタウンのガラス工場の労働者であった。8歳で諸女作を手掛け、義務教育を終えると、ドレスデン音楽院の特待生として偶されて、当初は大ーボエを後に、 フェリックス・ドレーゼ家に指示して作曲法を収めた。父親の死後は家族を養わなければならず必要な金を稼ぐために様々なダンスバンドで応募を吹いた。様々な労働者の合唱団で指揮者を務めた後、1896年から1907年までドレスデン音楽院に合唱指揮者として務めた。1912年から21年間にわたって 社会民主党系のドレスデン民法紙の音楽批評欄も担当している。1924年にはドレスデン音楽院の芸術監督にめでたく指名された。1933年にナチスが権力を掌握すると同時にすべての役職から解雇された。1943年に困窮の末にドレスデンで亡くなった。破壊師はドレスデン聖安な墓地に建てられている。 ビュトナーはアントン・ブルックナーやヨハネス・ブラームス並びに恩師ドレーゼ家の威発を直接に継いだ最後の偉大な公共曲作家の一人であった。リヒャルト・アーグナーの影響も顕著である。還元楽曲の他に声楽曲や室内楽曲も手掛けているが、最も重要な作品は4つの公共曲である。ありがとうございます。